倉ラシな,かな菊池風磨、画像は、隣の男はよく食べる。公式ツイッター、アット TX アンダーバーよく食べ、より、そのリアルなやりとりに、見もだえる人が続出している。4月26日に、倉ラシなカナ、35、主演ドラマ、隣の男はよく食べる、テレ東系、の第3話が放送された。相手役は、ジャニーズの人気グループ、セクシーゾーンの菊池風磨、 28がとめ、倉科を翻弄する姿が話題に。同作は、南春子氏の同名漫画を実写化。倉科演じる彼氏以内歴約10年の料理上手な大河内巻と、隣の部屋に住む一杯食べるイケメン男子、本宮颯太を菊池が演じる、不器用なムズキュンラブストーリー。今作でクラシナさんが演じるのは 隣に住むイケメン20年ぶりに恋をした料理上手なアラサーの独身女の大コーチ役。そんな大コーチは、ひょんなことから隣に住む菊池さんが演じる、年下のイケメン男子、本宮と夕飯を一緒に食べるようになる。本宮は根っからの人たらしで、悪気なく都合の良い関係を作れるずるい男。3話では、本宮が若い女性と歩く姿を目撃した大コーチが、 自宅にいつものように夕飯を食べに来た元宮につい、あのさ、ご飯好きってさそれって都合よく私のこと使おうとしてるだけじゃないの、ダブルコート。ともやもやした気持ちを打ち明けてしまうシーンが。しかし、元宮からは、だって本当に美味しいんだもん。自分じゃわかんない、ダブルコート。と人たらしな発言が、この可愛すぎる素直な言葉には負けてしまいますよね、芸能識者。 そんな動作は、毎回濃厚なキスシーンも、今回もキスシーンやベッドシーンなどもあり、終始甘々な内容でにやけてしまうようなやりとりばかりでした。この放送を見ていた視聴者からは、俺の彼女になりたい。って、菊池丹、即答のやつじゃんわら、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンになりたかった、もう全部マキの妄想ってことにしてやめよう全部。 自分にとっても彼が都合いいと思うとしてしまうこの考え。まずいまずすぎる。一度不審に思ったならやめときなさい巻き。5分ごとに菊池風磨。って叫びたくなる、荒ー女が死ぬ前に見る夢すぎた。アンアンの動画版みたいな菊池風磨がこれでもかというほど詰め込まれていてとんでもなかった、菊池風磨という最高の食材を最高のシェフに調理してもらった最高級の菊池風磨フルコース。 元宮くん可愛い私もご飯。ご飯、って言われてご飯を与えたい。さすがに風魔のキスシーン生々しすぎて泣く。と、菊池さんのファンにとっては、引きこもごもなコメントが寄せられていました。全道そんな同作で、年下の無邪気なずるい男子を演じる菊池に沼る人が続出しているという。同作では、年上女性を翻弄する菊池さんですが、 無邪気でストレートに愛情表現をする様子や、ダブルコート美味しい美味しい、とご飯を食べまくる様子が母性本能をくすぐります。それでいて、大人の色気を感じる肉食系男子ということで、嫌いな人はいないでしょう。特に最近では菊池さんはドッキリをかけられて一矢まとわぬ姿になったりと、アイドルらしからぬ体当たりなバラエティーへの出演が注目されたこともあり、芸人アイドルのようなポジションになってきました。 そういった普段のテレビ番組の様子からは、今回のドラマは大いにギャップがありますよね、全道。普段の菊池とのギャップも、ファンとしてツボない様子。菊池さんは2021年の4月に嵐の二宮和成さん、39、を中心に、k a t ー t u n の中丸雄一さん、39、へえ。せジャンプの山田涼介さん、29、らともに YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、 に出演していますここでの菊池さんはメンバーの中で最年少ということもあり、比較的いじられ役でもあり、先輩たち相手に強めにいじることもある、全面的に元気なキャラクターです。そういった元の菊池さんとのギャップも今回のドラマでは感じられて、ファンからも好評なようです。全道ファンからは、隣の男はよく食べるの風魔とジャニノの風魔大変にギャップがありすぎて爆笑してる。 ジャニノのせいで菊池風磨の毒がじわじわ回ってきてるのにやっと気づいて、もう時すでに遅いかもしれん。さっき隣の男はよく食べる見たんだけど脳みそ溶けそう。ええ菊池風磨罪深い男。ジャニノとドッキリのうるさい風馬はどこに行った隣の男はよく食べるの菊池風磨。胸からお腹にかけての筋肉の締まり具合とてもいいぞ。ジャニノとのギャップもあってとても押せる。というように、 絶賛のコメントが寄せられていた。果たして今後はどんな大人なシーンを見せてくれるのか。さらなる注目が集まる。4月27日に、隣の男はよく食べる、の公式ツイッターに投稿されたのは、5月3日に放送予定の第4話の予告動画が公開。予告では菊池の珍しい髭姿も映っていた。